川地流行川地流行7月9日昭和34年4月17日は明治大正昭和期の詩人評論家本名は誠幕末の旗本外国武行川地利明の彦祖父は川地明恒父は川地広志堂母は花子東京府芝区三田生まれ幼少期は福山市や淡路島の水元で過ごした 相ご中学時代から文学に関心を持ち、中学世界などに投稿を始めた。1903年、京都の美術工芸学校に入学した後もそれは、続き、文庫や申請などに多くの作品が掲載された。河合水名の主催する思想者に参加。1907年、交互体自由詩「ゴミダメなどを詩人に発表して注目され、詩壇に、 大きな波紋を投じた。その後、東京美術学校に進む。試作は旺盛で、早稲田文学、文章世界、創作などに発表。1910年、諸女詩集、露傍の花を出した。交互自由詩を収録した最初の詩集としてその意義は、大きく、75兆などの古い詩形を破る原文、一致による新しい歌を創造したことで、詩における、 自然主義的革命が実現したと言われている。1913年、東京美術学校に本画家卒業。その後、ミキロ風を中心とする詩詩、未来の導人として活躍。1914年の第二詩集、彼方の空には、象徴詩の技法が見える。新進詩人として1918年、勝利。1921年、明けぼのの声などの詩集を出した。 諸行使者を創立。評論やフランス師団の紹介の仕事も進めた。1922年、詩集、歩む人以後は、叙情性,性を脱し、知性派出的詩人としての特色を強めた。1927年外遊、パリ大学で、東洋美術史を学び、美術評論家としても知られ、現代美術の鑑賞、町水スなどの美術評論の著書もある。評論でも、死学など、 諸書も多い。象徴主義詩人のポール・ベルレーヌ詩集もに訳した。少年期の三島幸男が死の面で支持した。1958年、波などにより日本芸術院賞受賞。1959年4月17日、脳出血のため、杉並区政州の自宅で死去。70歳没。戒名は、温陽院滅与え友もり流行大孤児。没後に、 移行集として、石が上司された。ど地ちは、玉霊園10区。なお息子の川地明は、バレエダンサー指導者で、日本バレエ協会上無理事であった、著作にバレエ入門がある。ありがとうございます。